皆様ご機嫌いかがでしょうか。先進行動学者の脇田直樹です。本日の先進行動学実践編は第36回、占い師の言うことが絶対に正しいと思わないこと、こちらについてお話をさせていただきたいと思います。私たちは自分を通して物事を判断します。例えば人の噂などがまさにそうですね。ある人にとっては優しいとされる人も、またある人にとっては厳しい人だ、このように言われている人も、どちらも同じ人だけど実際としてそうやって言われているっていうことってよくありますよね。これはその人の価値観、見る人の価値観によって判断されるものであり、実際はそのどちらも正しくて両方を内包すると言えるのです。このように人は自分に都合よく世の中を見ています。占いをするにあたってこのことは心に留め置かなければなりません。ある占い師によると、あなたの未来は明るいと言われ、またある占い師によると、あなたの未来は暗い、このように言われたときに、あなたはどうするでしょう。ポジティブな人なら前者を信じ、ネガティブな人なら後者を信じるのではないでしょうか。しかし実際はその両方であることも少なくありません。自分が絶対に正しいと思っていること、思いたいことは物事の一部分で、実は見えていないことの方が多いのです。もしかすると占い師さんにはそれが見えていたのかもしれません。しかしどこを強調したのか、どう伝えたのかで結果の受け止め方というのは大きく変わってきます。占い師の言うことを自分の人生を豊かにするための指針とするのは素晴らしいことです。ですがそれを絶対に正しいと信じるのは危険なことです。どんなに分かったつもりでも分かっていないことの方が多いということをあらかじめ知っておかれると良いかもしれませんね。たとえ占いであっても表面的な言葉だけを見聞きして決めつけてはいけないということですかね。それを理解していれば占いの結果にも様々な共感や含みを持たせた上で受け止められるでしょう。そういったしなやかな向き合い方が真に正しい道へとあなたを導いてくれるのではないか、このように思うところです。で、その私たちの生きるこの現象世界においては起きる物事事象というのは実はゼロ、全く意味を帯びていない状態のことが多いわけです。まあ、ほとんどですね。それに対して自分自身が良い、悪い、あるいはついている、ついていない、そして敵、味方、こういった価値判断を加えている、つまり味付けをしている、それで自分自身が今どういう状況なのかということを見ているということに他ならないわけですね。例えば雨が降ったという事象があるとして、そこに今日は今から出かけないといけないという自分の都合が組み合わさると、雨というものがとても憂鬱な面倒なもののように感じますよね。一方で雨が降っているというのと、そういう事象と、今日は家で映画鑑賞をする、ゆっくり過ごす、こういったものが組み合わさると、雨音っていうものを楽しみながら映画鑑賞ができたり、
自分の場合結構雨は好きで、休みの日なんかに雨が降ってると、ちょっと得した気分になるっていう変な性質がありますが、そういう雨音を家で聞きながら、外出しなくていいという安心感に包まれて自分の好きなことができる、こういうふうに変わっていく、なるっていうケースもあります。で、ここで大事なのは、同じ雨である、この事象に変わりはないわけなんですね。そこに自分自身が勝手にその味付けだったりとか評価を加えているだけに過ぎない。なので、一つの出来事に対してどう自分が向き合うか、これっていうのは自分の要は自由なんですね。で、どう向き合うかが自由であるならば、ポジティブに、前向きに、ハッピーな方に、幸せな方に物事を考えて捉える方が、往々にして良い結果になるというのは、いろんな人を見てきて自分が思うところです。ですから、物事の一方だけを見るのではなく、できれば両方、そこに占いを使うということの意味、意義があるのではないかなというふうに思う次第です。ということで、今回は第36回、占い師の言うことが絶対に正しいとは思わないこと、こちらをお話しさせていただきました。次回は第37回、自分がコントロールできない鑑定結果は一切考えない、こちらをお届けしたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。